お疲れ、源氏です。Today is real Japanese。今日のトピックはのんびりするです。のんびりするとは英語で relax とか relax and do nothing みたいな感じで、もうただただゆっくりして、何もしないという意味になります。例えば疲れてるから今日はのんびりするわとか、あーいい天気だけど今日は家でのんびりしようかなみたいな感じですね。 Real Japanese を使っていきましょう。それではバイバイ。